はい、皆さん、こんにちは。アキです。今日もマインクラフトの続きをやっていきましょう。前回はですね、畑で作物を植えて回収してると、種が結構ね、たくさん増えてってしまうんで、チェストの中身が種だらけになっちゃうんですよね。それをずっと今まではポイ捨てしてたんだけど、良くないからね。種を捨てるためのゴミ箱を、拠点の中に作りました。そこでね、種を捨てて、チェストの中をね、整理しようと。で、できたゴミ箱ね、何かカチカチ、結構大きい音が鳴るからね、うるさいって言えばうるさいんだけど、あんまりね、近づかなければその音も鳴らないから、とりあえずは今のあの仕組みのゴミ箱でゴミは処理していこうと思います。それで動画街はね、見に行こうか。それで動画界は、まずこのかぼちゃたちね。もともとね、床下照明でかぼちゃ、ジャックオランタンを引いて、で、この上にカーペット乗せるつもりだったんだけど、ちょっとね、これ、無駄なほどね、かぼちゃが埋めてあるんだけど、カーペットここを引いてみたんだけど、これ赤白のしましま引いたんだけど、なんかさ、目がチカチカするよね。それなんで、こっちもともと半分ぐらいまで、あの階段あたりまで引いておいたんだけど、ちょっと色を変えるか、カーペットをやめるか、こっちの、この区切られた部屋はカーペットそのまま引いて残してありますね。なんかね、いつのアップデートからかわからないんだけど、光源ブロックの周りのね、明るさがね、これ、ジャックオランタンが置いてあるところが明るさ15、隣が14、これも14、14、14、その次はこっちは13になるんだけど、ここにもジャックオランタンあるから、こっちも15か。ここが13になるのかな？ 14 と13の明るさがだいぶ違うよね。それが影響してるのか、こっちもね、ジャックオランタンの置き方は同じで、一マス空きに全部ジャックオランタン、この下、ここにジャックオランタン、ここにもジャックオランタン、ここにね、ここにね。で、ここと、ここと、一マス置きに置いてあるんだけど、赤い方はわかんないけど、白い方ね、なんかこれ、色がちょっと違うよね、ここと、ここ。全部同じ白と赤を敷き詰めてあるんだけど、なんか暗くなるにつれて置いた絨毯の明るさも変わっちゃうから、全面ジャックオランタンを敷けば多分色は均一になると思うんだけど、それちょっと疲れるからさ、一マス置きにしたんだけど、なんか色が違うのね、気になるのね。まあまたこれも気になって、で、仕方がないようだったら全面かぼちゃを引いて、ジャックオランタン引いて、色が統一するように、おいおい変えていこうと思います。こっちどうしようかな。面積広いからさ、このチカチカする地面もどうかと思うよね。かぼちゃやめて、ハーフブロックの木材でも置こうかな。まあ、こっちまた考えます。
松明をね地面に置いとくのが嫌だったんで一旦全部撤去しました。こっちは後でねどうしようかのんびり考えます。あと変わったところはこれかな。この部屋をちょっと区切るようなこれをつけたってことところかな。これ、特に意味ないんだけどね、なんか全面空いてるよりか区切った方がいいかなと思って、もっと大きい壁もっとこれ全部埋めちゃって扉式にここしようかなとも思ったんだけど、扉2つしかないからね、3つとか4つ並べてもおかしいもんね。なんで扉式はやめて、もうちょっと狭くした方がいいのかな。もうちょっと並べて、まあ考えていきましょう。あとはこれ、ここもともと窓なかったんだけど、こっちと同じただのこの砂岩が敷き詰めてあったんだけど、正面に窓が2つあって、こことこっちも窓つけようと思ったんだけど、こっちはねこのかまどたちがいるから面倒だからいいかなと思ってまだこっち開けてないんだ。こっち何も置いてなかったから窓をはじめ四角にしたんだけど、みんな四角だもんね。ここも四角だしこっちも四角だし、なんでちょっと形変えてみました。これもねなんか合ってないような気がするんだけどいいかな、まあ、気になったらこれもねそのうち形を変えます。あとは反対側、ここにあったベッド片付けてねこっちにベッド持ってきたんだけど、これ前回作ったゴミ箱ね、ゴミ箱、ベッドをとりあえずね今作れる線量でカラフルなベッド作ってみたんだけど、もともとこれほら部屋がかなり大きいからなんか変だよね、この広さにベッドが並んでるってね、この無駄な空間。なんで小さい家だったらねベッド直置きでもいいんだけど、なんかこれだけ何もない空間が真ん中にこうにあるとさ何か変だよね。なんでベッドこうにポツンって置くんじゃなくて、何か木材、木材かな、石の方がいいかな、何かをベースとなるものを作ってその上にベッドを置けばある程度スペースを使うから違和感なくなるかな。大きい部屋に対してこれだもんね、なんか変だよね。うん、これもまたそのうちね考えていく。はい、動画外でやってたのはそれくらいかな。あと何かあるとすれば屋根かな。屋根ね全面張り終わりました。この外側もね全部張って気づいたんだけど暗いよね、この一番端っこ。わざと、まあ、見えると思うんだけど、あの一番上のところに松明を置いてあるから、ここに明るいだけで、あの松明外しちゃうとこういう状態なんだよね。真っ暗。何にも見えないっていうね。なんで、昔やったように全面ここに均等に松明を置いていけば明るくなるんだけど、なんかなぁ。この暗いのどうにかならないかなぁ。照明っていうとね、マイクラだとシャンデリアみたいなの作ることになるけど、結構高いからな。
この上にもうこの場所、ちょうどこの場所にまた地面を作って3階建てにしちゃおうかな、まあ、なんかそんなことね考えてます。広いな、何にもないねここね、まだ使い道がないね。拠点が大きすぎるのかな。いろいろねアップデートでいろんなものが増えるから、どうしてもねいろいろ集めたくなっちゃってね、チェストがたくさん置けるようにわざと大きい建物を作ったんだけどね、予想以上の広さだったかな。1階でさえまだこんなにスペース余ってるもんね。まあ足りなくなるよりいいかな、足りなくて増築するぐらいなら初めから大きくてもよかったのかな。スペースがある分にはね何かしら作っておくことはできるからね。さあ今日なんだけどね、今日はね結構長々と喋ってたね。今日はこの動物たち、動物たちを自由でいいんだけどちょっとね分けたくて、羊の場所と牛の場所、豚の場所、馬、あとロバ、鳥、まあ、これ、ね、自由にしてる分にはいいんだけど、ある程度ちょっと専用のね場所を作って柵の中に入れておきたいんだけど、これ連れていけないんだよね。小麦をここで出しちゃうと羊と牛が両方ついてきちゃうし、豚はねジャガイモとビートルートどっちかで連れていけるからいいんだけど、馬はサドルつければ移動できるんだけどスケルトンホースは移動できないと。それでこの子たちをね移動させるのにあのロープが欲しいんだよね。ロープがあれば1匹ずつ移動できるから連れていけるから、ロープが欲しいんだけど、ロープを作るにはスライムボールと糸で確かできたと思うんだけど、スライムボールがないんだよね。なんで今日はスライムを探しに行きたいんだけど、沼がないんだよね。沼？湿地。湿地をまだ見てなくて、湿地がないのにどうしてレンガがあるんだって話なんだけどね。このレンガを作るために取った粘土、粘土は湿地にあると思うんだけど、僕が取った粘土は湿地と何か他のバイオームの混ざったやつ、アッシュって呼ばれるのかな、そこに行って近くにあるんだよね、そこで粘土を取ってきて、その場所はちゃんとした湿地じゃないからスライムを見かけないんだよね。それなんでちゃんとした湿地を探したいんだけど、まだ村の中ね、村の中じゃないや、村の周りか、村の周りカボチャを探しに冒険してこっち側に行ったのかな。そこにその湿地の亜種みたいのがあるんだけど、それだけでこの向こう側、こっち側、こっち側ってまだ行ったことないんだよね。結構あの行動範囲が狭いんだよね、まだ。それなんで村の周りに何かないか今日は冒険してみようと思います。で冒険するのにあたって地図、まだこのワールドでは地図作ったことないから、地図を作ってちょっと歩き回ってみようかなと。あと地図を大きくするのに金床がないから金床作ろうか。鉄ブロック3つだよね、2、3あった。
花どこ。花どこをここでいいか。カーンってね。いいね、この音ね。カーンってもう一回鳴らしたいけどな。じゃあ地図を紙と、あといつか作ったコンパスで、空っぽの地図、まっさらな地図、まっさらでいいんかな。コンパス使うからまっさらで良さげだよね。まっさらな地図1個、まっさらで、ここで開けば拠点真ん中になるのかな。よいしょ。おお、初めて見た。これを拡大。金床で地図と1、2、3、4、5、6、7、8、大きくなった。こう見るとさ、ほんと拠点でかいよね。村の半分ぐらいが拠点ってことか。この拠点2個並べたら村、一つの村と同じ大きさだよね。こんなにでかかったんだ。まあ、もっと大きくしていこう。冒険だからね、今回は。8個。で、まだ大きくなるかな。なるね。どれくらいだろう。ちっちゃ。これで、これ多分最大かな。ならないね。こんな左上か。いらない紙は戻して、で、これが今回の、冒険に行くためのね、装備かな。最後の1個がうまく装備できないんだよな。これで地図を持って向こう側が、この地図だからこっち側に行ってみよう。こっちはなんだっけ、あるんだよね。かぼちゃを取りにこっちの方向には行ったことあるから、こっち行ってみようか。あっち方向、地図で言うと下に向かっていく感じかな。うん、ちょっと一番端っこまで行ってみようか。夜寝ましょう。夜夜夜、オレンジ、おやすみなさい。おはようございます。ベッドの上跳ねたらね、怒られちゃうよ。よし、行ってみよう。初めての冒険になるかな。かぼちゃ取り行ってるから初めてでもないか。こっちだよね。行ってみよう。湿地が簡単に見つかるといいんだけどな。何かないかな。こっちはね、ゲームを始めた時、
このワールド作った一番最初かな。村に柵がねつけられなくて、一晩だと一旦村から離れて木を切ったり、食べ物がないから魚釣り、魚釣りとかをするのにね一旦ここに退避したんだよね。久しぶりだけど、何かあるかな、ちょっと覗いていこっか。あ、まだベッドあったね。ゴミ、殻、ゴミと殻かい。かまどの中も見てみたい気がするんだけど、何か焼いてるかもしれないから。かまど開けると手持ちのものがなくなっちゃうからさ、なくなっちゃう可能性があるからさ、こっからこっちは初めてなんだよね。砂漠の向こうには何があるのかな。何があるかな。そこに白樺見えるから砂漠はここで終わりっぽいよね。その砂漠を抜けた先に湿地があればラッキーなんだけど、湿地はあるかな。お、白樺の森、バラの花、あの木ってさ、あれじゃない？アカシアじゃないの？アカシアはもう見てるんだよな。アカシアだよね、ここにあんの。アカシアがあるところってサバンナだっけ。サバンナはなんか近くに湿地があるようなイメージなんだけどな。都合良すぎるかな。何かないかな。ラマがいるね。よいしょ、ラマがいる。あ、茶色いラマもいる。ラマはね、なんかこう、なんか沼っぽくない？沼じゃ。よいしょ。これ粘土だよね。やっぱりサバンナ、サバンナの中、でもなんかさ、サバンナじゃなくて、普通の多くの木になんかつるが垂れ下がってるのが湿地にあるイメージなんだけど。さっき、お？村？アカシアの木を使った村だ。なんかすっごい長いけど。何あの山、山の上の方まで伸びてるあの家。多分下ただの石の塊だと思うけど。なんだこれ。村、村囲めないよな。でもアカシアの村って初めてかもしれない。ちょっと覗いてこっか。ってすっごい近いね。この地図半分で村もう一個か。お邪魔します。お邪魔し、あ、そうだ、人参ないかな。人参があれば揃うんだけど。こんにちは、隣村から来ました。相手にしてくれないの。隣村から来ま、あ、鍛冶屋あるじゃん。なんで穴開いてんの。いっか、ちょっと覗いてこっか。あったー。畑仕事してるね。畑仕事してる今。おおおおお、取らせるもんかーって。ダメ、ちょっと開けづらいんだけど。今のうち、はい、はい、見ただけだよ、見ただけ。
かないかな。じゃあ人参、人参。なんこれ、教会？教会？教会？あ、人参だ。人参。イエーイ。これで揃ったかな？よいしょ。人参、人参だ。ちょっと植えておこう。怒られちゃうからね。人参2本ゲット。高いとこ、あれ井戸？なんて面倒なとこに井戸作ってんだよ。何？山岳民族ですか、あなたたちは。行きづれ井戸だな。何あの土しかも。こんにちは。虫かよ。井戸に行くのが大変だよ。井戸どうやって行くの？こっち？ここ？ここ行けないじゃんね、井戸まで。ここ？ここか。行けないじゃん。これどういう家これ。これどういう家？行けないじゃん、上に。本もあるね。ここ行くの？から行くってこと？これ何これ？これ畑か。いや、あれ。よいしょ。よいしょ。どういう畑よ。よいしょっと届いた。登れんのこっち。こんなん登れるか。登れないか。あぶねー、あぶねー。よいしょ。あ、登れた。ダメか。よいしょ。大変だな、この村は。そっちも、山の反対側も村なの。何この長さ。この家長えな。おい、誰が住んでるのこんなの。見晴らし良さげ。見晴らしいいね。村見下ろせるね、この家。この家の持ち主、村長ですか。村長、誰もいない、誰もいない。お出かけ中。冒険の時間。なんだろう、冒険の時間って。地図かな。冒険してるよ。今。あ、屋根の上に村人さんいるね。あれ、井戸どこよ、井戸。井戸が下から見えたけど。こっち？これか。よいしょ。これか、井戸。どうやって、これ土あるし。よいしょ。こ、村こっちもか。これいいな、この家。ベランダから一望できるじゃん。なんか夜になってきた。村長っぽい家もね、この一番高いところね。いいよね、見晴らしいもんね。で、村長ほど身分がなくても、なにこれ、なにこれ、これ屋根、陸と屋根、土地と屋根が一緒になってるよ。これいいね、この見晴らし最高だね。あれ、月か、登るの見えるし、柵があって安全だし。こんばんは。
肉屋さんが2人出れねえし出れねえし埋まってるし、あ、お邪魔しました。ちょっとさ危ないから寝よ寝よ、ゾンビ来ちゃうからね。おはようございます。首がグイーンってなってるよ。だからこんなところに村か。なんか見晴らしが良くていいな。いいね。あ、出られない、柵越えられない。で、あの扉開かない。しょうがないな。こんな時のために土を持ってるんだよね。よいしょ。よいしょ。ああ、クモがいる。わあ、クリーパーがいる。結構早く寝たつもりなんだけど、ダメだったな。あれなんだ？あの四角い人工的なものはなんだ？いいな、面白い村だな、これ。このね、村長ちょっと、村長の建物、石使いすぎだよね。人のこと言えないけど、ちょっと資源使いすぎじゃない？こっちから降りてこっか。よいしょ。これなんだろう。なんだこれ。何もないよね。これ掘ったら何かあるんかな、この下。なんか意味ありげな四角だよね。この草生えてないし。何かこの下生成されてるかな。こんな長方形の形はないか。あれ、雲いないじゃん。雲は？クリーパーいたよね。ここら辺に。クリーパー。クリーパー。パー。クリーパー。いないな。いなくなっちゃったな。面白い村だ。いっか、いないなら。ここに橋があるから渡りやすいしね。うん。はい、じゃあ今日はこんな感じでね。まだね、地図のね、半分ぐらいか。今いる村から、もともと自分の拠点がある村から半分ぐらい下がってきたところ。目いっぱい地図を大きくしてね。その場所に、アカシア。アカシアをメインとした村を見つけました。ね。地図をね、もっとぐるぐる回って、どんなものがない、どんなものがあるのか、ちょっといろいろ冒険してみようと思うんだけど、今日はね、この村が見つかったんで、一旦ここで動画の方は終わりにします。で、次ね、次回はここからスタートで、次何か見つけるまでいろいろね、探索してみようと思います。この村もね、今自分のね拠点がある村とつなげるにはちょっと遠いような気がするけれど、なんかね、アカシアの村って初めてだから真新しいっていう感じかな。なんかね、山の上まで伸びた家とかね、ちょっと不思議な形してるよね。うん。まあ、いつでも来れるようにね、してみようかな。あとは柵とかもつけなきゃいけないからね、近づかなければ別に柵なんて必要ないんだけど、
こっちの方にも遊びに来れたらいいかな。まあ今日はねこんなところで終わりにします。またよかったら次回も見てください。じゃあまたねー。